こんにちは、ローニープーです。今回はベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちら、はい、大容量長時間タイプのですね、はい、超音波加湿器になります。これ非常に大きなタンクになってるんですけれども、一番ちっちゃい加湿量にしていただくと35時間というすごい長い時間加湿することができる大容量の加湿器ということになります。それ以外にですね、特徴がありますので、詳しくですね、見ていきたいなというふうに思います。シンプルな機能になっている大容量のですね、超音波加湿器ということになっています。容量の方はですね、こちら 2.5 リットルということで、長時間ですね、継ぎ足しをする必要がないんじゃないかなというふうに思います。加湿の方をですね、最小にしていただくと、先ほど言いましたように35時間ということで、長時間ですね、加湿することができるということになっています。超微細なミストを発生するため、この周りが濡れるというようなことはですね、ほとんどないんじゃないかなというふうに思います。水がなくなるとですね、自動的に停止するというような形になっています。こちらサイドの部分にですね、アロマオイルをこう数滴入れる場所がここにあります。ここに入れていただくことによってですね、アロマディフューザーとしてですね、使うこともできますので、リラックスすることができる加湿機能ということになっているんじゃないかなというふうに思います。7色のですね、 LED ライトがついています。ライトのですね、ボタンがあるんですけど、こちらプチッとしていただくとですね、ライトがつくようになっています。ちょっと暗くして、はい、7色ですね、自動的に変わっていくというような形でですね、ナイトライトとしても、イルミネーションとしてお部屋の中でですね、楽しんでいただくのもですね、いいんじゃないかなというふうに思います。ただですね、これね、色をもう固定するとかっていう機能はありません。非常にシンプルなので、あくまでもこの LED ライトの照明というのはですね、ここでオンオフするというだけの機能になってますので、その辺はちょっと残念かなと思うんですけれども、シンプルな使い方ができるということでいいんじゃないかなというふうに思います。ミストの調整はね、このダイヤル式ということで、アナログで無段階に調整ができるということで、使いやすいんじゃないかなというふうに思います。ミストの吹き出し口なんですけども、ここなんですけど、トップの真ん中のところにこう穴開いてるんですけど、ここのキャップをですね、回転させることによってですね、はい、自由な位置にですね、こうミストを出すっていうことができるようになってますので、便利じゃないかなというふうに思います。体木防止機能になってまして、何も水が今入ってない状態なんですけど、ここを電源入れて回していただくと、ここがね、赤色になるんです。いかがでしょう。はい、ここね、わかりますか？はい、このようにね、赤い色になりますので、水ないよというのがですね、分かりやすくなっています。はい、ちょっとこれ終わります。大容量なんですけど、少しだけ入れます。はい、ちょっとね、水入れます。はい、はい、お手入れもしやすいですね。このまま大きいところなんで、ガシガシとね、こう蓋をねしていただきます。はい、このように。はい、先ほどですね、ここダイヤル回すと水が入ってない状態だと赤色になりましたけれども、今度ね、水が入ってますので、はい、このようにですね、ブルーになります。見えますでしょうか？ブルーになってます。はい、先ほど言いましたように無段階ということで、このようにですね、調整することができます。ライトのオンオフは先ほど言いましたように、ここですね、ポチッと押していただくと消えますし、もう一度押していただくとつきますというような形で、本当にね、シンプルなんです。使いやすいというふうに思います。今ね、ミスト出てるの分かるんかな？分からないかな？ちょっと後ろ影出てます。ここね、ミスト出てるんですよ。すぐに起動してですね、今、シューッと出てます。このようにね、今ね、はい。これで、
熱による加湿じゃないので、超音波式なんで熱くないんです。ですから安全に、はい、使うことができます。今ね、こういうふうにね、はい、見えるかな。ちょっと上にして、はい。はい、こういうふうにね、濡れてます。はい。音も静かでいいんじゃないかなというふうに思います。今いっぱい出てます。はい。これで、こうミスト量をね、調整することができます。はい、いかがでしょう。今ここですね、はい、この状態で、はい、加湿するとですね、最大35時間ということで加湿することができますから、お好みで加湿量調整していただければいいかなというふうに思います。完全に真っ暗にはちょっとできないんですけども、こんな感じですね、はい、どうでしょうかね、はい、インテリアとして置いておくにはお部屋の中ですね、いいんじゃないかなというふうに思います。7色ですね、じんわりと色がですね変わっていくというような機能になっています。加湿をしてくれているということで、いかがでしょうか。ちっちゃいものだとですね、日に何回もですね水を補給していかないといけないですけども、本を1日1回入れるだけでいいんじゃないかなというふうに思います。開口部が非常に大きいのでお手入れもしやすいですし、機能的に非常にシンプル。サイドの部分にアロマオイルを入れていただければですね、アロマディフューザーとしてですね、お好みの香りを楽しみながら、それが加湿という形になっているということで、いいんじゃないでしょうかね。はい。この加湿器、ほんまにええもんです。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。